ではね、ボキャブラリーです。N4 ボキャブラリーですね、うん。カタカナです。特にカタカナのボキャブラリーをね、しています。うん、カタカナはね、よく聞かれますね。本当に。N1、N2 の人にも、よく聞かれます。この英語を日本語で何て言いますかってね、聞かれますしね。うん、で、3番、ビタミンはビタミンですね。ビタミンですか？英語でね。ビタミン。日本語だとビタミンですね。発音というか、イントネーションがちょっと違いますか？ビタミンですね。それと同じで、このサプリです。7番、サプリ。サプリなんでしょう。サプリ。ジェイさん、こんばんは。はい、お疲れ様です。like ビタミンですね。similar ビタミン。まあ、カテゴリーですかね、うん。カテゴリーですね。サプリ。うん、サプリメントですね。サプリメント。サプリーズサプリメント。うん。サプリメント。これ英語大丈夫かな？うん。今日ちょっと喉が少し乾燥していますね。サプリメントね。サプリメントです。サプリメント。はい。少しね、ショートサプリ。サプリ。そうですか、ディフェクション。はい。エミさん、こんばんは。ありがとうございます。ハローさん、どうもこんばんは。お久しぶりです。そう、4番はジャムね。これはジャムですね。4番、読み方はジャムですね。ジャムって喉あれですね。ジャムですね。読み方はジャム、うん、まあ、英語でね、イニグシジャム、果物で作った、うん、果物の、ね。パンとジャムの、そう、ジャムです。そう、ジャム。でも、日本、そう、難しいですね。日本人が言うと、ジャムです。うん、まあ、英語で言うと、ジャムですね、うん。結構日本って、フルーツが多いんですよ。美味しいフルーツ多いです。特に私のいる今の、この山梨は、桃。桃、ピーチ、ブドウ、グレープですね。それ、ブドウも取れるし、あと、イチゴ、あとね、サクランボ、チェリー、ね、有名です。山梨は。日本でも有名。美味しいです。フルーツが。だからね、たくさんのジャムが、美味しいジャムがね、結構あります。うん、そうですね。はい。エミさん、アルコール、ジャム、グレープ、ビタミン。ですね、ここまでね。これ何だと思いますか？これ5番は何でしょう？5番は何でしょうか、うん、5番は何でしょう？これはですね、車に使いますね。車、バイクに使いますね。うん、I think this different depends on country, maybe.
これイングリッシュなのかな、まあ、イングリッシュだと思うんですけどね、うん、はい、どうですかね。美味しいジャムね。はい、ありがとうございます。はい、で、彼さん、そう、ガソリン。なんかね、ありがとうございます。なんかスタンプでね、わかりやすくコメントしてくれてありがとうございます。うん。そうなんですね。ガソリンですね。ガソリン。うん。ガソリンです。そう、素晴らしい。でもね、日本でね、車運転したときに、私も結構ね、車の運転するのが好きなんですね。韓国にいた時、バイク、小さいバイクに乗っていました。When I was in Korea, I had a mini bike. で、日本でもそう、日本でも2つガソリンがありますね。2つガソリンがあります。それね、日本ではこう呼びます。うん。Two type of gasoline。レギュラーとハイオクと言います。うん、ハイオクはね、何でしょうね。レギュラーは通常のレギュラーガソリン。ノーマルガソリン。The ハイオク is also gasoline, but high quality gasoline.うん、For example, Benz or 少し大きい車とかはハイオクを入れますね、うん、まあでも普通の車はレギュラーで大丈夫です、うん、そうジープとか Usually hauling company's carI have to pour the high oak gasoline. High oak gasoline ね、高いんですよ。ちょっと高いんですね。うん。あ、そうですね。プレミアムです。ああ、そう。でもその depends on country? ちょっとね、違うんですよね。名前が。うん。For example, イギリスとアメリカみたいな。オーストラリアと、ね、マレーシアとか。ちょっと名前が違いますけどね。レギュラーとハイオク。うん、言いますね、うん。そう。そして、まあ、サプリメントですね。ビタミンとサプリ。ね、あとは、まあ、だから、簡単なのですから。まさきならビタミン C とか。ビタミン C とかね。これね。ビタミン。How can I read? 日本車高いです。How can I read? ビタミン。なんか最近いろんなビタミンが多いですね。うん。ね。これね。In Japanese, we called vitamin B1, B2 と言います。B1, B2 じゃないですね。ビタミン B1, ビタミン B2 とね、言いますね。うん、Recently, even Japanese take a supplement. ビタミン B1, ビタミン B2, ビタミン C とね、ビタミン D ね。I don't take the just, I just only sometimes the vitamin.、うん、はい。日本車高いですか?日本の車はね、いや、高くない。多分同じぐらいですね。うん。そんな高くないと思います。うん、日本の車でしょ?もちろん、ホンダ、鈴木、マツダ、トヨタ。まあ、そんなに高くない。まあ高い車もありますけど、だいたいそうですね、100万から200万円ぐらいあれば買えます。
うん。あ、ハイオクミンズね。はい、そうですね。ハイドロカーボン ペトロールっていうんですがね。シャドさんありがとうございます。マルチビタミンです。うん。そうですね。ジェスさんはそう、マルチビタミンも多いですね、最近。うん。マルチビタミンはマルチビタミンですね。もうそのままですね。マルチビタミン。マルチがマルチなんですよ。マルチビタミン。マルチビタミン。こうやってね、カタカナで書きます。うん、マルチといえば、何ですかあれ。あれ、英語で何て言ったらいいのかな。日本でも結構ね、これ多いみたいですね。私はないですけどね。この MLM ってね、ビジネスマーケティングですね。マルチレベルマーケティングかな。それで日本ではね、マルチとか、そのままマルチとも言いますし、マルチ商法。汚いな、違う。マルチ商法。まあ言いますね。マルチ商法。ML、マルチレベルマーケティング。うん。何ですか？紹介して紹介して。私が、イントロデューサンバディしたらなんかゲットバックフィーっていうやつね。うん。有名なビタミンは何ですか？有名なビタミン。それはもうビタミン C、B1 っていうんですか？ビタミン D、有名 C、B1、B2。もうこの辺だと思いますよ。ビタミン D、ビタミン C、B1、B2 ですね。まあ、有名なビタミンってどういう意味？売れているということ？それともビタミンの会社？あまり日本の、なんでしょうね。ビタミンのアイテム、最近日本人は結構海外のアメリカのビタミンを飲む人が多いですね、うん、アメリカのビタミンが多いですね。ガソリンもいいね。あとはこれですね。ガラスとグラス。ガラスと、あ、ブランドね。ブランドだったら、まあ一番有名なのは DHC とかですかね。DHC ですね。ブランドはね。うん。でもあまりないですね。なんかいっぱいありますね。たくさんあります。うん。ほとんどアメリカの会社が多い気がしますね。ドラッグストアに行くと買えます。うん。